どうもまむたです。ベベちゃんだよ。二人合わせてタンタンです。ベベちゃん今日も漫才やるからな。うん、わかった。ベベちゃんはさ、時代劇って知ってる？時代劇、あ、知ってる？あのちょんまげ言ってさ、チャンバレチャン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 、痛い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 よってチャンバレやるやつだよ。そうそうそう。どういうのあるか知ってるか？水戸黄門とか知ってるか？水戸黄門、あ、知ってる知ってる。あ、最後にさ、印籠を出して、印籠ビーンビビビビビビってやっつけるやつだよな。なんでやねん。違う違う違う。印籠からビーム出ねえよ。水戸の五老公一行が、権力を傘にして悪い奴がつけるんだ。そういう話なの？そういえばよ、水戸黄門の、ってなんでさ、越後のちりめん問屋なのにえばり腐ってんの？あ、違う違う、あれは仮の姿なんだよ。本当は、前の副将軍だったんだよ。副将軍。じゃあなんだ、将軍より偉くねえんだな。まあそういうことだけどな。まあそれよりもよ、メトンチってよ、黄色いもんなの？肛門だけに？いやいや、違うよ。あの、吉祥寺にあるさ、某漫画家庭みたいに、周りの人の血に迷惑かけてんじゃねえのか。某漫画家、言うな。まあいいや。それ置いといて、置いとくのかよ。あとは、誰だっけ。遠山の金ちゃんっていうのいなかったっけ。あ、いたいた。あの、この桜吹雪が目に入らなかっていう人でしょ。そう、そして、あんなもん目に入るわけねえじゃんかな。言っていいじゃんかな、あんなもん。そういうんじゃないよ。見えないかっていう意味だよ。どうしようか。あ、言わなくていい、言わなくていい。うん。わかった。でもよ、遠山の金はよ、なんであれ、いつもさ、悪い奴のところにさ、こうやってさ、入れずにこうやって見せんの？ああ、それがね、ドラマのあれだからしょうがないんだけどな。きっとね、あれ、見せたがりの露出狂なんだな。んなわけ。あるかーい。うん、あとは、まあいいや、今日はここまでにしとこうか。じゃんじゃん、おいしい、うまい。